回目始まりました。おい、すごい。ほらもう俺こんな格好じゃなかったんだから予定では。いや今日なんかすごいみんな。それじゃあまずあのオープニングしちゃいましょう。やばくぬるいやつね。はい、KG シアター始まり始まり。イエイイエイ。バランス悪い。バランス悪い。合成してるね。合成だった。ひたすら悪い。これっすよね。今日はね、田中さんここお休みですよ。今日は、ね、僕は休みなんで。これじゃなくて。休みなんで。テンション低いでーす。誰って思って、誰テンション低い。バランス悪い。真ん中入ろうよ。入んないね。バランス悪い。バランス悪い。違う、だからメッティがそうだ。もっとこう行きゃいい。カメラの位置が悪いよね。こうすれ。こうすれ。これやからって言われて。ノーやからだよ。ノーやからだね。やからの。やから放送。ノーやから放送。イエー。ぬるいビールお休みの日の。今日はね、ちょっと休みなんで、ね、出れるやつだけみんな出ようぜって言ったら意外に5人しか来なかったっていう。ふざけやろうと思うですわ。みんな俺出ますよとか言ってませんでした。出ていいですかとか言ってて、何なんだよこれ。やる気ないな、ほんと、みんな。ちょ、これみんなオフだから。仕事じゃないからこれみんなオフだから今日3連休初日だから、うん、そうなんですよ、3連休なんですよ今日じゃねえ、今回やからがおるやんで、誰が一番やからっぽく見えるか聞いてみる、誰やからは誰ですか。いや、どれがやからなの。だいたい後ろ、帽子後ろにかぶるやつやからでしょ、だいたい。まあ、2人いるよ。ちょ、俺金髪斜めもいるしね。いたね。名前知らないわって、どれなんかその、これっていう。いや結構みんなでも誰みんな俺今日やからっぽくない自信しかないよ。真ん中やねど真ん中やこれやろ一番真ん中これ左は豚うるせえな誰豚やねんお前豚や左俺だないや分からんね俺かもしれない乾杯しますかとりあえず全体的にはいはいはいあー出たなはい、はい、出たなそれでは藤野さんもみんなグラスを持って、はい、せーの甘い、はい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 左以外はやからって書いてます。いやいやいやないよ。それはない。あー B が一番やからだから。あーちなみに言うけどこんな可愛い顔して可愛い顔してるからこそいややばいな可愛いやからだから逆売りにしてっから家で二人っきりになったらもうやからだやばいやばい怖い怖いやつ壁絶対ね拳の音ついてるもんねあーやばいな帽子をさこうやってかぶったらさほら、豚は iPad みたいなの見てるし。いや、B-Boy、ただの B-Boy。少年。人気フースケさ、人気フースケ。フースケね。いや、やっぱあれやね。おいや、豚って言われてるぞ。休みの日やからさ、帰ろうか。テンション低い。帰ろうか。もう帰ろうか。やる気なくしちゃったもん。いやコメント見ない、今日は。今日はコメント。俺だって本当は、ちゃんとした格好したいタイプだけど、今日人数がすげえ集まると思って、後ろの方に行こうと思ったから、俺もそうっす。こんな格好で来たの。そうしたらまさかのこれまさかのねせっかく言ったのに全然一緒がねこれだからホスター口ばっかって言われるんですよね本当にほんまにそういうとこやで今日もやから放送しようぜだぜだぜだぜ俺ひまりさんとか夏とかと出るのすっげえ久しぶりなんですけどニコラマそうだねマンダラ以来じゃない合同営業ちょっとすまさん久しぶりですね久しぶりかこれだよ前回のお仕事の時俺がなんか問題があったからちょっと俺話してたじゃんあ、夏とゆめさんが出た時そう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 俺も出たかったあの、シアくんのバスの時ですよね確かうん前回あ、その時かですね、まず先月のまあ、木曜売上達成休みからのうん締め切りの次の日の休みからの明日は定休日で文化の日文化の日この3連休頭これ頭これヘッド頭あらわ
なんなんこのメンツは。じゃ後ろから無言の息来たよ。珍しいよ。後ろから無言の息来たよ。見ない。見ない。これだけ多いと。見ないでしょ。何喋ればいいか。みんなボワ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 喋ればいいさ。ガーガーやるじゃんガーガーね。やりましょうじゃ。飲むか。とりあえずじゃ。えい。せい。せい。せい。俺今飲んだ。せい。俺だけ2杯飲んでるで。エブ代表だからやっぱかっこいいな。飲むな。いやー、ちょい残し半端ねえな。この役職人。役職えっ代表。やばいやばい。もう残し役職人ね。違うよ。なんだなんて残ってる。部長。なんだ残りすぎや。は？何言ってんのマジ。部長レディースデーみたいになってる。レディースデー半分半分。レディースデー。体調不良。体調不良だ。休みはみんないろいろでしょうね。ねえ。キャンプして。暇ない、暇ない。あ、キャンプしたい。基本的に。バーベキューしません？そろそろ。バーベキュー、マジもうそろそろしないと天気いい。今日なんか雨予報じゃなかった。雨。これしかも雨でしたね。すんげえ夕日が。最近やばかったけど。朝方は降ってたけど。これね、やばいの。こんぐらいのバーベキューがいいよね。ちょうどいい。ちょうどいいんだよね。で、12月に屋形船。完璧。寒いね。ていうかさ、ラン、屋形船好きだよね。好き。俺絶対毎年2回行ってますもん。夏と冬。なんか、後半やっぱ離れてから誘われなくなって、やっぱランってそんなもんだなって何回も思う。そういう人間。いや、マジランはそういうとこだよ。ほんとにランって。違う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 。俺なんか、ランがなんかすげえ遠くなったとか俺に言ってきたけど、全然、マジで。おーい！おーい！おーい！違う、休みが合わないじゃないですか、だって。ルールティッシュードね、ティッシュード。すげえ、あの人もっと長いのに、なんてこと、またやった、またやった。あげた瞬間さ、こんなさ。入れ慣れてないから、やっぱ周りがやってくれるから。あ、そうやな。そうそうそう。あわ、もう3年だからね。なんかね、こうやってあの、佐藤のあの、放送の日なんですけど、今ね、まだ知らない人もいるのかな、合同営業中。合同営業中。知らない人いる。フラッシュを半分ぐらいに分けて、フローっていうね、新店と佐藤で、入れてるですよ。入れてるですよ。シャットはつまり悪くないつうか、今ニコ生で、ニコ動でやってる、そうなんか声がめちゃ古い。どうでもくね普段交流があんまないから、そうそう、今日ね、やってみてほしい。そうね、今日は。せっかく、みんなで出ようって。シャットってほんと集まんないから、こういう時。今がみんな出ようって。ほんと集まんない。だって、ビビる。だって、俺の中で豪気が絶対来ると思ったんですよ。おう、飲んでいないの？うわぁ、豪気変わっちまった。すいません、アイスもらっていいですか？12人ぐらい。何人か連絡したっすよ。おると思ってたもんな。ちゃんと。シャドウのやつに。したっす。そしたら、何かしら用事つけてましたね。ねえか、別に用事だろ。ねえ。なんか悪いんだよ。あんま言えないけどさ、絶対見せてくれるかね、俺、シャドウのやつ。じゃあ、もうぐさい。最近ね、最近ね。でも言っていいですか？マジ、すまんさん、最近これしか言ってないから。この間だって会ったの、マジで。仕事終わって3人で服食べ行って、まあ4万円弱払ったら、うまかったね。うまかった。その連れてったやつ無血。うわー、おるおる、そういうやつ。毒好きねえやつ。ちゃんとさばききれてなかったな。うまかったんだよ、毒がね。やっちゃいけない。佐藤で2人きりでご飯行くのきついなって人、2人きり。あ、夏かな。なんでやねん。夏かな。夏だな。なかなか行ってるみたいで。なかなか行ってっか。夏だな。俺、シャトーで一番行ってっかもしんないよ。なかなか行ってるからじゃない。そうそう、飽きたな。そうそう、飽きた。飽きた系だ、もう。だって、お前と柴田さんがご飯行ったら、お前絶対次の日遅刻するじゃん。うん。来ない。どうするかさ。俺、このメンバーの中で、二人きりで行ってきまずいのいないな。うん、ただ、唯一の時間が、俺は過ごした時間が少ないから。まあね。うん。それはあるよ。でも別に、ね。なんか苦手なタイプじゃないし、ね、そうなんかちょっとうるせえかなってぐらいかな。違う、何がうるさいですか。なんでもうコースターついてきてるしね、もうね。この中で、はい、はい、バック。この中で一番付き合い長いんだからね、この中で。なんだかんだ。みんな長いね。長いよ、ほんとだ。みんな、なんだかんだ長いよ。さっきだって出たもん、ベテランメンバーっつって。なんだかんだ長い。古株。俺も古株か。早いよね。早い。俺に出るって言ったら、なんか出たがらないんだよね、みんな。なんか下の子は入りたくないよ。なんでかな。入れんの。俺は恥ずかしい。俺はさ、顔出しダメだったじゃんか。その時はもう出たくても出れない状態だったけど、もう出れるんだったらもう絶対出たよ。だってこれで顔売りできるわけじゃん。いや、一番完全に見てますからね、これ。ね、なんだかんだな。今何人男何人いんの。男何人いる。マ
それも気になる。超気になるよね。男何人見てる。じゃあちょっとアンケート取ってもらっていいですか。リスナーさんの男か女か。それ中性中おかまも入れちゃんとやってね。ちゃんと三も入れる。真ん中入れよ。真ん中やっぱり。めっちゃ人間やからね。じゃあかけよう。じゃあ男女グレーって書いてあるけど、グレー影でどっちがグレー、うん、一番多かったところ当てた人が飲む。いや女でしょ。当てたら飲むの。当てたら。それは女よ。じゃあ俺男行くわ。あでもおかま、じゃあ俺おかま行くわ。じゃあ一番少ない方のもんよ。そんなつまんないことやばいよこれ。そんなつまんないよ。よくないよ逃げでなんかおかまとか言うの。そんなつまんないことないよ。このメンバーに囲まれる新人が来ますよ。その子たちも何人も来てる。うちそんな新人と上ってそこまで多分ないはずだけどな。そうそう、怒るときは怒るよそれ。どっちかっていうとペロンされてますよね。そういやマジで俺ほんと最近思うもん。いやもうそれは従業員大体にペロンかな。名前出さないけどね。夏から始まったんだよね。そうペロン。俺か俺のせいだな。人をペロンするやつが本当にペロンペロンすんの。あっ偉い馬抜けの男ゼロ。グレー20。グレー意外に多いじゃん。グレー多いよ。男いないんだ。いないでしょうね、多分男いないでしょうね。いやでもさ、いたら多分ケンジさんとかできた。絶対ケンジさんとかできた。いないでしょ。あれが全く意味ないってことですよ。フラッシュの求人はこちら、佐藤の求人はこちら、意味ねえじゃん。消そう、あれあれあれ消そう。フラッシュね、初回の時に書いた方がいいですよ、絶対。消せぎ。フラッシュの求人いらないよね、今。フラッシュの求人、そういえば消しちゃってよかった。誰も電話取んない。グレー 28%。1000人見てたら、そんなとりあえず200人あるグレーがいると思うんですよ。グレー軍に行こう。簡単に考えたグレー。いや、まあ嬉しいよ、でも嬉しいよ、ちゃんとね。グレーは誰が一番好きなの？なんでお前さ、得意分野攻めてるの？ 20% の人に聞くじゃん。20% の人に。ね。この中ね、20%の人たちに、この中でグレーの人たちに聞こう。グレーの人たち、女はちょっと黙ってて、ちょっと女は70%もいんのに、すごくいいと思う。で、グレーの中で、これ5人、5個もアンケート取れます？取りましょうか、じゃあじゃあ名前言ってこ。あ、一番の名前書いてある順に言ってこうじゃ。スバル、さきじゃねえ、ラン、ナツです。ナツね、ナツ、ナツ、スバル、ユイ、ラン、ラン、カナメ、カナメさん。じゃあこれ、グレーの人たち。そう、グレーの人たち。ちょっとアンケート取ろう。俺増えると思う。グレーアンケート取ろう、グレーアンケート。そうだね。そう、グレーはどういうのが好きなんかっていう。グレーって何？誰が好きなの？俺グレーに一番モテたい。グレーって何？やっぱり。つうか見てます、モカモカで。来いよ、バカってね。本当だ、バカぶっ殺そうか。これ LINE したぞ、俺。来い来いやから。これ LINE したぞ。これですね、リスナーさん、これがモッカなのかもわかんないです。ちょっとお願いしたいんですけど、シャトーとフラッシュじゃなくて、シャトーとフローの求人に変えてもらっていいですか。できますか、今。あ、ほんま。で、フローの電話番号言いますか。今まあ別に言っても全然いい。今言うんだけど、別に。寒っ。めっちゃ寒いよ。いやお、久しぶりです。やばくない俺。冷たっ。絶対病院行った方がいい、ほんとに。めっちゃ寒いんだけど。病気だもん。冷たっ。ユニはシャトー握るよ。ユニはシャトー握るよ。体温欲しいねんけど。体温欲しいねんけど。なんなんすか、体温欲しいんですよ。マジで寒がりなんだよ。遠回しに一緒に寝てって言ってる。遠回しに。俺めっちゃあったかいもん今。でも寒いし、見ねえやつも動画の方だよな。やべえんだよ、ほんと。手が冷たい。ねって言って寒がりだよ。めっちゃ寒がり。いや、やばいっすよ、超冷え性。女の子より寒がりかも。やばいよ。手袋装着しちゃうよ。お酒飲んでもいい。お酒飲んでもね、なんもなんない。すばらしい。何で言ってんの。これはやらせと見た。それはやばい。絶対これスバルさん金払ってるわ。これスバルさん金払ってるわ、これ。俺払ったな、これ。絶対ここ。色で縮んじゃいますよ、これが。俺の中途半端さ。一番面白くねえ。あれ4人ぐらいしかいない。ここ夏ゼロでよかったじゃん。そう、ここ俺ゼロだよ。俺中途半端入っちゃった。一番嫌やな、あの子か。そういうとこあるよ、マジで。あれじゃない、光じゃない。いや、マジで光が見てんじゃない。ちょっとあの、リズナーさん聞いてくださいよ。あの、前にね、あの、いたんですよ、そういう。そういうね。ちょっと卒系の。グレーの方がね。グレーの方がね。あの、それで、後々バレた。飛んじゃったんですよ。最初それを知らなかったんだけど。で、飛んじゃって、見つけたら、もうそういう、なんか、二丁目にいたんだっけ。二丁目に。二丁目の二丁目にいて、で、なんかこう、
とりあえず捕まえて、で、なんでっていうのを、ね、まあね、理由をね。そしたら、なんだっけ、スバルさん、俺が好きすぎてね、スバルさんとカナメさんが好きで、ユキって子がいて、ユキは抱きたい、レイプしたい、社員旅行でレイプしようと思ってましたっていうか、そうそう、カミングアウト、酔っ払ったところを行こうと思ってました。サキさんとユキが、あ、やりたいだ、襲いたい、めちゃくちゃにしてやろう、狙って、スバルさんにはめちゃくちゃにされたかったんでしょ。そうです、スバルさんとカナメさんにはめちゃくちゃにされたかったみたいな。大好きな俺に怒られるのも嫌だし、怒らすのも嫌だったっていう話を。あと、お客さんと話してるのも見てらんなかった。嫉妬して、見てらんなかった。やばい。窮屈になって。なんでいきなり、なんでいきなり俺の個人情報が。いきなり個人情報出てきたんだけど。ケンジさんと、カイ君と俺と一斉で出た時に、それは急に書き出したんだよ。絶対の Facebook とかから出てきてる。すごいよね。だから本名でやりたくないんだよね。いや、別になんか隠してないから別にいいけど。いきなりなんか何もなく出てくるとね、ホック。誰なんだろうね、これね、書くの。絶対特定されてるよね。書く人、うん、いや、本当に暇なんだろうね、すごいね。マジでホックンって言ったら、まあ俺のことですからね。ねえ、沖縄、沖縄でね、ホックンって言ったらね、沖縄のホックン、俺はもう一人しかいないから、ね、沖縄でもサッカーやってる時に、でもサッカーやってる時にね、これで友達がやってたら、お兄ちゃん俺もホックだからって一回怒ってたけどね。サッカーの試合中ホックは俺もいるよみたいな。ちょっと待って、あの本当にさっきから誰かが喋ろうとするんだけど、誰かが喋るからずっと、なんか今メッティも、まとまらない、投げんだよ。MC がいないから、いいです、疲れたよ俺ら。楽しめばいいです、10人ぐらいおったらもうぐちゃぐちゃになるよね。やばい、中井くんってすごいよね、考えたら。中井くんはすごいよ。いいと思う。違う違う、出てる人もちゃんと、みんながちゃんとしてるもん。気の使いやな、気の使いや。でもやっぱでもスバルさんもね、休みの飲み会かい、その通りだよ。休みの飲み会ですわ、たまにはね。たまにはこのためだ、このために。でも偉くない、マジ休みの日にこうやってさ、もう本当だったらどっか行きたいのに行かないで出てんだ。言い方悪いけど、多分なんやかんや忙しい5人。褒めて褒めて、もう俺らのこと。夏は暇だよね。夏は暇だね。夏は暇だね。寝たろかよ。めっちゃ寝たろ。すぐ出ちゃうから。夏どうせ遅刻しかしねえんだから。寝るだけや。俺がそう思うじゃねえか。夏が4日遅刻するかどうかかけません？ 4 日。4日4日。遅刻する。3日。俺遅刻するに1000円。遅刻するに1000円。遅刻するかも。俺も遅刻に1000円。そうだ、4日連続。4日に、3日間だよ。11月4日。遅刻するかちゃんと出勤するか凍結。俺じゃ期待を込めて、じゃあ、こいつ来る、俺も来ると遅刻で9時以降に来る。しかもミーティングでしょ。だから3日にスバルさんがご飯連れて行かなかったら大丈夫。本当にミーティングは絶対来る。いや違うじゃん、でも週明けのただのミーティングで来ねえじゃん。来ないって話すにゃん。いやお前さ、お前さ、約束もらってるのにどうでもいいって言うから。そうだよ、うな、そんなそうだよな、俺はもう自由がいい。だから乾杯。自由がいいよ。俺なんかあんまりリスナーさんのためにやってる感じないもんな、ね。まあ、今日は、ね、今日はなんかもうみんなが集まりましたね。俺ってそういうキャラなんだよ。俺って。でもリスナーさんはたまにね、やっぱコメントをちゃんと拾っていかないと。お、怒られて、お、おー、そうやん、じゃねえよ。おー、遅刻やぞ。20分遅れてきて、遅刻やぞ。5杯、5杯、5杯だから、5杯。じゃあ20分だから、何見つけたら4杯。だからみんな何枚飲みますか。俺は6杯ぐらいだろうな。もう一人、いける。もう一人いける。もう一人いける。詰めて。膨らみますよ。膨らみます。詰めて。そしたらスバルさん持ってんのかな。俺こっちに行く。居酒屋はその後に、この後に行くかもしれないじゃん。そうしようよ。おおいいよ。いやだから意味ないから。何で食いて、食いてって意味何。ちょっと画面見ようとかあるやん。ない。そんな全員のお前。はい、さっきそこ。はい、かい。そういう、ろくでもない。北村さんあかんと思うて。いいよもう。北村だけ速攻目に入るのやめてもらっていいですか。さきさん、グラスも持参で。持参。それ持参だろうか。持参。帽子率でね、結構ね、やっぱね、休みに帽子かぶっちゃう。仕方ないよ。部屋飯してないから。ホスト。めんどくさいね。ほんとね、罰金はひどいと思うよ、あれ。いや、ひどくない。だって。あのさ、罰金王からの人も。お前さ、お前さ。いけない社会人として。ほんとだよ。社会人だったらクビだよ。このメンツで罰金取れるの。出したら切られる。他みんな切るから、ちゃんと。募金精神だよ。遅刻したらいくらなのっていうのは、そのイベントの日だったり、もう日によりぬるいねんから、気ぃつけねえわけや。違うのよね。たまるいな。
頭顔悪いなお前。その日はやばい。すいません。すいません。その日は。まあ30分1000円とかで。そうだね。だいたい普通にしてればね。キャスト復活してよって言うけど別に指名はできるからね。ずっとはいないかもしれないけど。うん。さっきさん、そのお金はそうだな、リアルやな、お店の修繕費とかそういうの心の中さっきのはちょっと高くなってない、もうそろそろ食べに一回行かなきゃもいけない。ゆめちゃんの罰金でエアコン買ったじゃん。いや買えたね、買えた ね業務用のやつね。ゆめちゃんの罰金でエアコン買えたから、めっちゃ高い、めっちゃ高いやつ買ったね。置いに行ってもたもんね、フラッシュのエアコン。人によったらね、罰金上等がいるからね。え、なんか金払えばいいんだろっていうやつはマジクソ。あ、それは、なんすか、俺そうは思ってない。あれ、夏今ちょっとタバコ吸いに行った方がいいんじゃん。あ、ちょっと時間でかい。そうは思ってないね。中抜け取られっかんね。今タバコ吸った別に、あの、罰金払えば休みまくていいのって、休みまくていい。それでじゃあそいつの威厳ができるかどうかだよね。そうじゃない普通に考えて。っていうか無駄がねえよね、居場所がなくなって。俺はそれを幹部がやってたらね、それをもしやって、うん、ね、誰が言うこと、なんかお前らちゃんとやれよってそいつが言ってる。それは違う。誰が聞くよそんな。誰が言うこと聞くんですかって話ですよね。スコルさんがだって遅刻したらね、今なんかあの、夏がディスられる時間みたいなんで。なんなん、夏のコースだけなんでこんなびしょびしょな。でも若干だけ夏だからでしょ、さっき。違う、今の夏の心境とちょっとめっちゃ汗かいてるやん。昼食でも遅刻の言及あるんだって。へぇ初めて知った。クビにならないときはマシなんだよ。でも週5で数百万売り上げたら十分、そういうのじゃないんだって。数百万売り上げるんだったら、じゃあそれだけで威厳があるかって言ったら、そこでちゃんとじゃあ、毎日その週1回、遅刻してきてたら別にだもん。ほら、夏、自分フォローしろ。夏、じゃあ、ちゃんと自分フォローするとこ弁明した方がいい、弁明。あ、まだチャットが来た。いつまで何のチャットって。あれやんな。あ、それチャットなの顔のやつ。あれ富山県ってことはまたあの子かな。あれこれ富山県といえば。今こんなんの、ゆきちゃんが。なんだこれ。すげえチャットメールだって。ゆきちゃんが。何送るっつったっけ。なんかクレーム送ってくれてないよね。送ってくれるとか言って、昨日の俺のタイムラインにもなんかコメントくれてた。富山だったら何が有名なんですか。なんだっけ、なんだっけ、なんか送ってくれるって言ってた。さ、なんか富山、なんかの富山って何、お気づけとかそんなんじゃなかった。すだちってホタルイカの、すだちはこうです。ホタルイカじゃなかった。なんでもイカ限定やな。富山ブラックね。あー、ラーメンじゃん、富山ブラックじゃん。あー、そう、富山ってもうダムしか出てこやん。すげえな、富山ブラックでラーメンってわかんない。え、富山ブラックだって有名じゃないですか。お前ブラックつながりやな。ラーメン、なんでやねん。ていうかさ、さっき何この遅刻は。何してた。え、遅刻したのにごめんなさいの一言もないって。え、内勤から出るのかな。え、なんでなんで。え、罰金。あ、罰金、罰金続くこの話。いや、金はいらないからとりあえず10杯一気してもらって。すげえ飲ますやん。まあ、じゃあご飯にしよう、ご飯にしよう、こうじゃ。いやいや、ちょっと半分に減ったけど。いっぱいめー、いっぱいめー、いっぱいめー、おい、いっぱいめー、おもろいね、いっぱいめー。多分これ違うよ、またなんか違うコメント来る。なんかつまんないけど、別にそう、どうでもいいけど。どれ、だいたいドライなやつ。でも、どうでもいいところをね、なんかもうゆっくり見てしまう。早飲めよ、今日は。ほら、早飲めよ、早飲めよ。一杯目、二杯目、二杯目、おい、二杯目、二杯目、二杯目。絶対今来なきゃよかったと思ってるから。なんだよっつって来てそうだね。10月も終わってもう11月になりましたね。なりましたね。早かった。10月あとあと2ヶ月で今年終わりだよ。早っ、やばいね。やっと終わりか。2ヶ月か、早っ。ホタルイカの丸干しがこれ食べたかった。うまっ、ホタルイカうまっ。もう食べた後のホタルイカ食べた後の感想じゃん。うまっ。それでこっちもグラス持っちゃうから、グイ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 。よしかい。飲んだ？今年やり残したことは、やり残したこと、いや、ウェイクボードやってない。今年はやってないね。あ、やってない。マジで楽しかった、俺船で行ったウェイクボード。俺もスバルさんと行きたかったのにな。あとバーベキューもやってないよ。バーベキューこの辺やるから。全然ないやるから、これから、バカが。うるせえ、バカが。バカバカ誘ったか、それ。じゃあダイバーシーの屋上でやる。え、てか、ウェイク行きたいんだ。まだギリギリ荒川で行けるよ。全然この寒くしたから。寒いよ。あれ、ドライスーツ着なきゃいけない。いやいや、だからウェイクで全然行けるよ。いや、ドライスーツでウェイクできる。ドライスーツって別にあれだよ。あの、わかんないけど、とりあえず。そんなにあんなにガサガサ。もっと軽いやつある。びっくりした。この中だったらやっぱね、難しい話じゃないよ、雇用保険とか労災とか。そうだ、ホストはバカなとこ。ホストって労災降りるなんて俺初めて聞いた。労災って。
なんだお前ら。グラス割ってましたから労災おりますかみたいな。いや、さきさんあと何杯ですか。でも事故のな、ね、食らってさきさんあと、さきとこはちゃんと申告打ちはしてるから、うん、すげえ飲んだあるよ、ちゃんとお金もらえるよね、うん、ちゃんともらえるちゃんと、あの、あれ書いて俺らの収入源はタクシーで事故るっていう収入源やめよう、そういうのやめよう。でも当たり屋じゃないから、タクシーで勝手に事故るから当たり屋じゃないわ、やばい2分の1乗ってるわよ、ただここ事故2分の1事故率高いな、ここほら、スバル代表、所得もちゃんとしてるのって書いてますよ。してるよ。ちゃんとしてるよ。みんなしてると思うけど。してるよ。98万円だよ。リアルな数字。ギリギリベーキング。超やらしいと思って。超やらしい言い方で。俺のあと10万ぐらい。10万ぐらい。俺ら月額9万よ。リアルじゃねえだろ。年収俺が98万円だったらどうすんだ、お前。足りなかったとかじゃないよ。そういう話じゃない。2万だよ。俺は月給9万やからな。俺3万や。俺3万。9万もあるギリギリいける。あっつ熱くない。それは絶対熱くない。夏が飲まない飲まない。何よ。本当に。俺とそばさんしか飲んでないよ、今。夏くん。誰か結婚してやだよ。結婚、誰でもいいんだよ。結婚詐欺は結婚詐欺でいい。夏酒嫌いなの。俺酒嫌いだよ。いや、酒好きな人いるこんなの。そうそうそう。俺は好きっすよ。いないと思う。お酒好きで飲んでる人。はい。逆じゃない酒が夏のこと嫌いなんじゃない。ああ、それはちょっとある。まあ生理的な問題。それはちょっとある。あやみ寄ってた方がいいよ。やっぱ。経費でごまかしてないよね。だってちゃんと自分が使ったものを領収書取ってる。だって経費はしかも限られるからね、会社で下ろする限界は。そうそうそう。通るから。ちゃんと決まってるからね。自分は領収書くださいって言うもん。あ、もうさっきティッシュ持ってたっけ。持ってないって。どうしたの。いや、来たくて。寄ってる。まだ受けてないんですよ。ないおしまいとかなんもない。俺はあれだけよ。今この辺に見えてる。わしの部屋。ティッシュっぽい。すげえわ。わしの部屋。まだあるじゃん。まだあるじゃん。バカバカ。バカバカ。勝手に人のもバクろうとしてるよ。同じ系だから。色似てんな。たくさん。何？ティッシュ。ティッシュ。あ、取ってこいよ。行くよ。やばい。ダメです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 。ああ、スバル、僕らは、独身者は年収130万超えて扶養が外れないといけませんっていう、なんか。ボスがティッシュ。あざーす。ああ、超えてないな。もはやキッチンペーパーみたいなティッシュだよ。俺、130万稼ぐに4年かかるもんな。やべえ。年収いくら。年収。ニコ生やってる場合じゃないっすか。バイトせえや。お前さ、やだ。もっと働けやって言われますから。みんな世帯主じゃなかったら、それはそれでやるけど。年収30万ぐらい。2万円ぐらい。俺はしゃもう。月に3万。もうなろうかなっていう。お小遣いや。もらわないで。逆にもらわないで。生活できないでしょ。生活保護だよ。本当だよな。ライトが寝落ちしてました。遅れながらも向かってますだって。ライト来るらしい。いや、ライトさんね、何気来るんですよ。そういうところ、あの人は。いや、ライト休みとか大学生。ライトさんはね、来るんで。すいません、お酒を飲んでるか飲んでないか、アンケート取ってもらっていいですか。飲んでる人は飲んでない人。飲みながら見てるかってこと。お酒を飲んでる人。富山に旅行来て。この時間から飲んでみとって結構ファンキーじゃない、そいつ。富山やろ。じゃあ、もう歌舞伎町で飲んでる。富山にします。富山行ったら、それこそ石川行きたいよね。めっちゃ行きたい。石川行きたいもん。俺も石川行きたいんだよね。友達いるから。ていうか、マジ、あとね、数日だね。じゃんけんまで。ね。ああ、旅行じゃんけんね。旅行じゃんけんまで。全然面白くない、あのじゃんけんね。いや、じゃんけんだけ来いよ。そうだ。じゃあ、電話してもらっていいですか。電話で。テレビ電話でさ。じゃんけん。俺が代わりにしてくれ。お前、レベル言うたら、サザエさんと一緒に。ランナーにじゃあ、任せますじゃん。じゃんけん。いや、なんか荷が重いわ。でもお前それで負けたらいかなかったんじゃ。港に。マジか。あ、いい。港さん。俺多分。港で金渡し行かせる。俺多分、旅行行ったとしても、とりあえず誰かに任せんねや。絶対一人じゃ行けない。いやー。でも一人だから多分。え、アンケートとかあった方が楽しくない？俺はやったもんね。あ、飲んでる。ちょっと、どこで飲んでみてんだろうね。家で飲んでる。いや、家しか飲んでる。家で飲んでる。暇なやつばっかりやな。いや、俺逆に飲んでるって言ったら、なんで飲みながらこれ見てんだろうって思っちゃうんだよ。まあ暇だからでしょうね。120% この番組酒の当てにはならへんから。ただ飲みたい、飲み、時間いいかね。なんかあの、すごく冷たい、別に楽しくないよって、それは何かわかんないけど、もうそんな冷たい。CM! Thank you.
はい、3人も減りました。本当に。いやいや、結果こうなるじゃん。寂しいの人数多い。だからタバコ吸うときは3人しかいないよ。いやいや、今日ね、置いてある酒が全部朝日なのよ。だから買ってきたの？違う、フローに酒もらいに行ったらワンケース朝日くれたの。シャトーから持ってきたの。シャトーの鍵俺持ってなかったの今日。俺持ってないんだ。だから多分巨峰多分昨日余ってたのかな、きっと。違う、よくわからんけどライトが店に鍵忘れたっつって俺の鍵持っていかれたの。どういうことですか。昨日言ってましたよ、昨日。ここに何かテキーラとかあったの。1時間ぐらいタバコ我慢しろって本当だよね。タバコ吸わないから分からんけどさ、我慢ってそんなできないもん。夏のグラスにテキーラとか入れたかったもんな。そうなんですよ、ディスタンス。俺も吸うけど、それはないですよね。どう、ヒレも吸わないし。ああ、そう。なんかディスタンスのやつパクれ。俺タバコ大嫌い。俺もタバコ大嫌い。もう吸わないとかでも嫌い。酔ったら吸いたくなるけど。一生席で吸えないわ。それでも吸う人いっぱいいるんだよ。夫婦してるよ、俺、ぶっちゃけ。いや、そうでしょ。俺結構、席で、マジでやってる。すごく気使われると嬉しいですよね。こうちょっとこう、実感するとか。帰ってさ、こうやってね、向けてるシーンじゃん、たまに吸うとき。やばい、マジで。本当にやばい。家帰って、マジでタバコ臭いときもうちょっとテンション下がるもん。ホストの平均年収ってそんなんなんだ。400万もあるんだ、すげえな。俺の看護師正社員470万。意外とあるんだね。俺ら勝ててねえんだ。看護師。まあでも看護師の方が、でもあってほしいっすよね。でも、まあね、硬いからね。年収450ぐらい欲しいよな。1ヶ月で儲けてますやん。誰がじゃん。あ、これ多分、所得税、あれだ、多分、発定申告で、発定申告で使われますよ。もう、入るよ、これ。これ入れ。国税入るよ、国税。国税。つまり脱税の容疑でっつって。1億円プレイヤーになった。俺はね、1億円プレイヤーになったら、ホスト上がるって。ニコ生で国税来たらたまってもらってますよね。見てるんだみたいな。税務署恐るべしになる。税務署の人。あれらしいね。1億売ったらさすがにそうですね。これ1億売ったら上がるって決めてんだ。え、1ヶ月売っても上げる。1ヶ月上がるんだ。上がるまでは。上がるまでは。おかえり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 。ランの ID、ランって。あ、ランはだ。ラン、ライン ID、ランって。ひらがな。俺はずっとあれなんですよ。ひらがななんですよ。そうなの。俺ずっと ID のっけて。あれ、あれで、出んの？スバルさんの前で。いや、出てないですけど、別に ID で LINE 来てもなんか嫌なんで。いや、ヘルメットついてる限りはもう面倒くさいんで。それだったら吸わないでいただきたい。いや、大丈夫、その前に来へんから絶対 LINE。いや、結構来るっすよ。じゃあ乗せる。いや、俺今。じゃあやべえ。え、来てる。なんだっけ、ランドットコム。ランドットコム。いや、俺今友達検索できないんです。あ、ランランナンバーワン。友達検索ができない。友達できない。じゃあ、iPhone に変えてから、あれができない。年齢確認が。ああ、まだ iPhone 初心者。一応。うん。マジで。だって iPhone 使ってまだ1ヶ月だよ。1ヶ月も経ってみんな LINE 来ますよ、これ。俺すげえスカウトが来るんですよ。あ、俺今日スカウトが来た。あれ多分あれだよね。あれっす。ホストホストからだよ。あ、そうなの？俺もなんか来たな。すげえこの後にいつも3件ぐらい来る。みんな来るんですよ、スカウトから。この後はない。スカウトって俺1回もだ。どういうの？あんま出てないんだよ。めっちゃ長文できたよ。そう。へぇー。夏来た？来ない。お前は遅刻するな。お前遅刻するな、興味ねえんだよ、きっと。俺スカウトだと思われてる。お前うち専属のスカウトみたいに思われてるじゃん。おい、見ろよ、意外に意外に意外の意外で、すげえコメント少ないけど、今日。ねえ。ほんとだ。今日はほぼ無視っすからね、今日。おかしいなぁ。コメント拾ってない。前の3連休の時の、めっちゃコメントあったのね。でも前にゴーキとモカ出した時に一緒にね、この時1000超えたから。いじりがありすぎたんじゃん。あいつら超盛り上がってたもん。釣り行く前日のニコ生だってめっちゃコメント言ったのね。だって楽しくない。うるせえな、俺。見てない。俺ら楽しいから。さっきバイバイって言って、まだいるよ。いや、バイバイはスバルさんが国税入ってバイバイってこと。あ、そういうこと。なんでよ。国税入って。でも昔おったよね、トップダウンで国税ピンで入った人。4000万だっけ。いや、1700万。何人かだよね。誰か4000万個人で返してる。すごっ。いや、しかもそれ1700現金で返したって。トップランディーから独立すると税務署入れられるらしいよ。たまったもんじゃねえな、マジ。すごい、いくら売ってたんだろうね。
ね、ほら今時の質問来ましたよ。マイナンバーで何か変わりましたか。俺さマイナンバーって何いやお前国籍違うから無理や。作ったんじゃないですか。国がもあそう決めてもう登録すんねん。登録するだけ。そうあれあれそうですよね。カードお知らせ、うん、お沖縄に行ってる。誰も登録してないのじゃこんなか。わかんない。お母さんがやってる。区役所行ったらさやたら説明されたんだけど全然頭に入ってきてない。強制じゃないか。まだ、ね、会社自体があと3年ぐらいはいけるやろ、結果情報漏洩で、ね、東京オリンピックで結果すぐ情報漏洩だからね、でもね、情報漏洩ねダメになると思うよって言ってたあれね、マイナンバー、うん、なんかそうやって作ってすぐ事件受けましたもんね、マイナンバー一瞬やったら楽しいですって言ってくれる子はいるよ、ほらだってもうね、韓国でもすぐね、情報漏れちゃうし。何ああ政治の話、なんかこういう話してるとね知識が浅はかだから喋らなくて知識がない。ヤバっ子はなんなくていいんじゃない、別に、うん、うん、対していや全然大丈夫です。変わんないただ全て管理されるだけですよ、ちゃんと申告してるから。あ、そうなんだ。別に関係ないし、会社が収入とかただ収入とか全部全部やってくれるから副業とかしてる。だから水商売はすぐバレちゃうから。俺あかんねん。なんか不動産が言ってたけど、マイナンバーがちゃんとしたら部屋借りにくくやる。あくびしてるから何言ってるか全然わからん。そうなんだ、全然知らねえよ俺ね。新聞、うん、新聞見よう新聞、うん、でも水商売きつそうって多分世の中から水商売なくなったら日本終わるわ。終わるよ。犯罪増えるよ。犯罪増えるな完全に。あれじゃ、歌舞伎町で一晩で動いてる5億円だっけ、うん、歌舞伎町っていうマイナンバーだいぶ減った。だからもうそうやってね、なんかこうなんだ日本を良くしようが結果景気悪くしてるだけだって、ね、結局偏見ですよね。深夜営業にしたらまたお金が動くよね。そうだね、すごいだろうね深夜営業。だって需要があるから俺ら供給としてやってて、だってそれが成り立ってるから俺らが今いるわけじゃん。そうだよ、こんなクズって呼ばれるやつらを必要としてくれるやつらお前を金払ってまで来るんだもんね。だから小池さんのホストにハマればいいのにな。すげえ話だな、それは。多分一石二鳥でしょ。誰かが孤独しか、ね、小池さんホストにたまったら新営業いけんじゃん。だからよく言うホストもキャバも必要だけど、その風俗さんとかもそうだけど、なかったら性犯罪増えるよってよく言う話してるけど、うん、絶対その通りだよね。めちゃくちゃ増えるらしいですよね。レイプがやばいっていう。だから海外とかはやっぱね。だからバイキングでもやったんですよ、あれ、そういうやつ。だからね、そうやって一概になんかこう、ダメだダメだっていうのは違うと思うよね。な、結局ね、芸能関係の方も来られるしね。何でもかんでも否定すりゃいいって問題じゃないからね。そう、うん、自分たちが正しいなっていうだけじゃん。で、金づるにしたら、はい、結果、はい、なんか政治家だって悪いことして捕まってるわけじゃん。な、そんなないよ。税金だけだよ。思うでさ、あとさ、おまわりさんもそうじゃない。社会弁護士か、うん、おまわりさんもさ、なんだかんだ人に殴ってっけどさ、痴漢して捕まるさ、やつもさ、なあ、ならないわ。まあ、ある。最近公務員のそういう性的犯罪多いですよね。多い。乳首おじさんから始まりとか。だからハゲ多いんだから。だからハゲ多いんだ。それはハゲですね。我慢してあげくハゲるの多分な。あれよくさ、話するけどさ、自分の子供ができました。はい、夜食始めたらどう思う？何も思わない。やってみろって俺絶対言う。俺も多分経験はさせると思う。もう全然いいよ。言うよ。女の子だったら担当紹介してほしいですよね。とりあえず。何言ってんの？それはちょっとわかんないよ。違う、キャバクラだよ、そうしたら。女の子だったら。え、じゃあ担当してもしホストに行ってましたみたいな、自分の娘が。自分の娘が。俺、止めない。あいつ紐だからやめとけよ、みたいな。娘は無理やろ。俺、妹が行ってたら。親に迷惑かけるなよ、ぐらいだな。一人に迷惑かけなきゃ。親泣かすなよ。毎回ついてくわ、娘のやつ。来た来た俺、予想してた。ランじゃねえ、ランじゃねえ。パジャマで俺予想してたの。俺絶対あのズボンでしょ。だってさ、絶対あのズボンだと思った。今めっちゃ寒いのにあの人あかんだよ。俺絶対あのズボンで来ると思ったの。今日10度切ってるよな。後ろさ、なんかすげえ移動してっけ。ここに座る。ちゃんと誰か体重かけたいな。イエーイ来ました、ブーちゃん。イエーイ、いつも宴で履いてるズボン。そう、そう、いつも宴で。一回ライスさんがね、別にね、リングチェックとかしても意味ないのにね、リングにいるとか面白いんだよね。子供の話だったんだけど、ちょっと今日すげえイラついたことがあってさ、なんか、ホスラブとかいうやつあるじゃんか。あのさ、俺、子供がいるってなってるらしいの。え、あ、そうなんすか。そうじゃないし、子供作ったことないの。
それで責められたから超イライラして、ライスさん自分でグラス持ってきてもらってなんでってなっちゃって、ここセルフサービスだよね、セルフカーンだ、見たら負け、そのホスラブというものを全て信じたらもう話にならんぞ、ホスラブ見たら負けや、でもあれって自分の嫁がホスト言ってたらどうする、乗っけられたりするじゃん、どっから信憑性は訴えて、いやもう自分の嫁がホストだよ、マジだよ、あれが冷やし中華歌うしかないもん、訴えればよかったでも俺前働いてたところで普通に夫婦で来る人とかいたし、奥さんだけ来て旦那さんが迎えに来るとかって、あれもう奥さんがもうベロベロになっちゃったら旦那さんに電話すんの、すいません酔っちゃってるんですけど、じゃあ迎えに行きますって、でもそういうのよくないですか、すげえなんか飲み屋っぽくていいね飲み屋っぽくてね、そうちゃんと飲み屋っぽくて、どっちかというとスナックっぽいけどね、アットホームだからね、そういうの でけえマジでただの飲み屋、そんなのもいいでしょ、俺らのなんかオフをしたみたいな、嫌だったら見なくていい、本当に旦那だってキャバクラ行くな、行くよ行くよ、何らかの理由つけよくさ言うじゃん、男性と女性の旦那だってキャバクラ行くから嫁がホスト行ったらいいってことじゃない、じゃなくて本気質になっちゃう、それはあると思う、だから一夫多妻制があるってよくさ言うじゃん、どうなの、女の浮気はガチって言うよね、だってさ寂しいから出るもんじゃん、女の浮気はちっちゃいのやつで終わっていいですか、本当に普通にお願いしますみたいなね、そうだね、ね、寂しいからアイス入れないからね、もう絶対出てくる、いやいやいや、アイス入れないからね、そんなことばっかやっていくから結婚したらキャバ行かなくなる、それが付き合いならば行かないと、逆にあのよく言うじゃん、うん、仕事と私どっち取るのっていうタイプのね、それはあれは仕事ですね、あの違うの違うの、それをまず比べるんじゃねえって話なの、あれ比べちゃいけないから、じゃあ何、お前もお前で大切だよ、だけど仕事なんだよ、何って話なんですよ、仕事ねえとお前大切にできねえんだよ、そう仕事がねえとお前大切にできねえんだよ、マジで彼氏旦那とホストは別でしょ、まあ彼氏旦那ホストちゃんとちゃんと割り切れるのみたいなレベルじゃないですか、ぶっちゃけ、ね、たまにいるよね、ああいう子も、だからそれなら大したもんさ、大したもんさ、大したもんさ、ちゃんとやったらね、ちゃんとね、ホストクラブなんかデザート感覚で見てればいいよ、そうちゃんと割り切れるなら、そうだから、その割り切りができる子はすごい大したもんさって思う、女子会の場でね、なんかホストとか使ってんだったらさ、たまにいるじゃん、そういう人たち、そういうのは全然いいよね、何え何があったの、お前はあんまりまともなコメントすべき人間じゃないのよ、あ、そうちゃんと割り切ってくれるなら別にね、女子会あるよ、全然、いやでも俺思ったけど東京来て一番びっくりしたのが付き合いっつってホストクラブ行くの俺なかったわ、文化に、この子に誘われてとかあるの、そんなもんじゃない、だからなんだっけ、あの忘年会の時期とか女子会多いよね、多い多い、普通にあの主婦の人たちが4人とかで来るね、あるよね、全然ある、安いっすからね、久々にとか初回とか、カラオケ行くより安いしな、そうなんだよ、ね、初回だったらカラオケより安いっていう、それなあれだよね、それで家庭が崩壊せんかったらいいけどね、ちょっと居酒屋行ってからのホストって多いっすよね、多い多い、そういうのね、逆にそこで連絡先交換がなければ、うん、大体初回って60分か90分か2時間よね、そう現実逃避はね絶対してくれて構わないし、俺らもしたいもん、田舎行くもんね、田舎行くもん、ね、それはお前趣旨変わってくる、分かる、楽しみに行くのはキャンプだよ、俺らもキャンプ、何もない今、誰か来たよ、何今のチーン、誰か来たよ、田舎いいよね、いつ俺の名前ある、田舎はいい、いや大丈夫です、あのさっきはスタッフ見てんじゃん、いや、ただシラフだからついてこれない、この感じね、いや、一言もなんか、あ、パンよかったな、この15分、あ、でもライスさん何分遅刻っすか、さっきさん、さっきさんご飯行きしますよ、グイ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 よっしゃーい、グイ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 、超残ってっからね、ほんとだけやねん、やばいよ、ホストクラブでもないのにめっちゃ厳しいよ、やばいね、ライトが飲んだところで、せーの、CM
竹丸さんっつってキレッとやべえ。ライさんご飯飲みました？飲んだよ。飲んでない。飲んでないね。いや嘘ついた。嘘ついた。もう一杯目で酔ったリアクションしたもんこいつ今。飲んだよ。飲んだ飲んだ本当。結果だって結果集まるのね年齢差年齢差だけ古い人間しかいない夏が一番若いんだ俺が一番若いみんな古いよでも俺が一番ゆいがだって新人かな昭和一番ね新しいえ昭和の外にあげていやいやいやさっき思わず呼び捨て俺が3人あ昭和4人4人だ昭和かもいや平成は3人で昭和が4人平成じじばっかりやなえもう平成僕も平成平成夏くんがさ年下って俺未だに信じられないよだって態度でけえもんな、うん、いいじゃん色黒いしな、うん、偉そうやし色黒いだけねえよ結構俺のため口だもん遅刻してだってしばりさんのこと友達でしょ友達これがペロンだよねゆいって今何歳の俺とためですあそうお前老けてんななんでやねん変わらんわ変わらんわだここダメで2個下だってキャップ迷彩で上の服も迷彩やもんこいつやばいサバゲーやもんこれは完全ね昨日の俺の衣装あげようかいらないっすあ俺のルイージも余っとるけどまだだって金目さんとライサがダメですよねそうだよ衣装ねどうしたあの子今日振られたっぽいから現実逃避しに行こうかな今日振られたっぽいってない今日ね今日休みまだ振られなんとなしのライン機で放置風呂行っておいでフローやってるから、フローをやってるから今ここの誰一人おらんけどな行ったところであじゃあ君らは高校からしたらおじほすって言うけどいや高校生じゃなくたっておじほすだよ大丈夫いやもう歌舞伎町でおじほすやからしっかり分かってるから大丈夫だよ高校からしたら高校の方が年上だからね大体高校生じゃないんでしょこれ高校からしたらって高校生ってねさすがにね高校生なんだろうね高校生でもなんか今もう高校生が羨ましいって思わないそうだね、もう別におじほすばっかでもいいじゃないの、うん、その年代になったら、ね、おじほすって結構みんなそうなるからどこのおじほすも、うん、遅かれ早かれなるからでもよくわからんけどおじほすって売れてる人多いよね売れてるよね、うん、おじほすはそうだよまだ若いから君たちはとじゃあもうここ行きましょう話変わったからはい、ね、タイムマシンやったら何使いますか使いますね、タイムマシンだったら過去行って俺はちょっとねあのお金が生まれる、うん、今スバルさんが喋ってるから俺すげえなと思うやっぱさなんかおみこしとかそういうのもそうだけどさ何百何十450年前からみたいなのあるじゃんめちゃくちゃ昔に戻るんだよ本当にあったそんなことやつ本当にあったよ何でも続いてたってすごいなって思うスバルさんらしいな恐竜いたんだマジいたんだ歴史上の人物をマジ見に行きたくないあでも楽しそうっすねでも多分帰る頃には切られて死んでるよ、うん、そうだね目の前に立つ辻切りってね殺されるそうこん中は最年長僕ですそうですねそばさんいくつなんすか今35おっさんやなもはやおっさんや35がニューエラのこんな名前明細かぶってるんだなんで飲んでねん飲めよこれ中井くんもかぶってたのねこの色違いねおっさんやん中井くんもちょっとハゲとるかも中井くんがかぶってるハゲとるかもおっさんでもナンバーワンですそうなんですおっさんがナンバーワンですげえよなすごいね超若いやつがブイゴ取って超年取ってやつがブイゴ取ってその女にこのブイゴ同士の10ヶ月みたいな間おらんもんなほんとに頑張ろう飲め飲めって、うん、いや星マークついてるよちょっとめっちゃおもろいめっちゃおもろいライブマシン見てください振られる前のおとといに帰りたいおとといかめっちゃおもろいおとといかだいぶ昨日褒めたよ昨日じゃないんで昨日だいぶ事件が起きたよおとといなんだ良かったよでもねその昨日おとといあったのに今日これでなんだかわかんないけどこんなの見てるっていうこの子がいや、嬉しいっす、嬉しいっす。俺さ、明日俺らが放送だったら、この子はどうやったのか聞きたいよね、もうレベルで。だことの発端が一昨日かどうかだよね。まだ別れたっぽいだけやから。原因がない。まだっぽいだけやから。だって一昨日戻って何か変えられるのかなって、その。付き合い始めぐらいに戻った方がまだいい。こう言わないで。正直口悪く言うけど、じゃあもう元々性格直した方が良かったよ。やろお前、泣くだろ、普通は。泣くぞ。もう、あの人やだね。本当にね。すごいんだから、もう。ライトどうしたのいやなんかみんなテンションなんか高いなと思って寝てんの帰れライト何しに来たんすかマジでちょっとビール3杯ぐらいもらったらだってお前やる気十分で左足だけまくってあるかなちょっとまくれてるだけだなそれ
やーやったわお前現在のおばあさん2番やったわ夏が全然飲まないだって飲まなくてもテンション高いもん俺そんなことないあーいいねあー一昨日ねじゃあ仲良しだったんだねまあそんな時もあるよ次行こう次にねそう次行こうよ次行かなきゃ話にならんよ復帰ろ山ほどいいんだからねとりあえず初回行こうそこで探すんやあその相手がだってホストだったかどうかだよあそれは必要だねその相手はホストだって現実逃避したいってさっき言ってたから、うん、とりあえず初回行ってチヤホヤされてただこれを見てくれてるけど俺らはボランティア大事ですよね現実逃避も、うん、初回行ってもいい思いしても現実じゃないからな寝ろそこまでいったら寝ろそれがいい現実になる可能性だって、うん、いやあるよ、ね、あるから全然ある女の子次第だよ、ね、だって俺昔いたもん大事だよ本当にうちの従業員とかで何が来たなんか来てない来てないもう来へんな初回に来てそのまんまその子と良くなっちゃったやつとかあえでもさいや実際問題ホストでさで女の子と良くなってやめていくやつも山ほどいるいっぱいいるいっぱいいるよ山ほどいるよ色ボケ全然恋愛対象になるよ、うん、ヒントボケなるよ俺一回やめてるし一回やめてるでしょ漫画の時女一回やめてるでしょ俺こいつやめるっつってなんかアクセサリーめっちゃばらまいてたもん色ボケ俺はもうやめるからあげたよ俺なくなったよクラブで結婚したっすねお前からもらったやつ女関係でやるああそうね結婚したっすねだからたまになんか、うん、Facebook 見たら元従業員が子供抱いて一緒に写真とか写ってたら、うん、結婚したからさびっくりした責めれないよ社長とか教授とかホスト来てる来てるよ多分教授はなんで教授になったの、うん、職業聞かないから分かんないっすよね何してるか女社長は来るよね来るだろうね今多いしね若い子でも女社長でも自分で女社長って自分で言わなくない言わない言わないでよ私女社長なんだっていうかそれ自分に言うやつほど怪しい怪しい私社長なんだけど超怪しい絶対ネズミ教科なんかやだってうちの従業員に名刺もらったブラックやなすんげえペラペラのなんか今作っただろお前コピー機みたいなやつなーつなーつノーフェ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 好きや好きやいきなり100万くらい使ったらどんな仕事してるのとか気になるけど絶対行かない気にはなるわな確かにマナー的に聞いちゃいけないだからなマナー的に聞いちゃいけないだってもしそれが俺俺とか言ったらないいよ このお金洗いたいんだとか言われたら最悪やもんな俺らそれでもありがとうね捕まるわ一緒に一緒に捕まるわ夏早く飲んで聞かないんだけど最近はねやっぱどう見ても若い子だったらいくつやって聞いちゃうけど年齢ぐらいはね、うん、だから何せ俺らより絶対したいもんね、うん、何のお金か聞かないいや聞かないよ聞けない聞けない聞けない暗黙の了解的な感じだそれで答え、はい、脱税って言われたらどうすんだよ、はい、会計人ねだってこれ何のお金って横領横領とか言ったらねおじさんがしゃぶってきたんだよねって言われたら俺何も言えないもんそういうのやめなよありがとうってありがとうありがとうそういうのやめなよマジで聞かなかったことにくれよ全国放送やぞバカおじさんすぐ怒るもんもう聞かないのが正解アイスだから入れないからね本当にさっきからずっと同じことでも昔どっかの店ですごいやつおったよ親父が金持ちで親父の金庫監視カメラつけて暗証番号全部調べて勝手に金抜いてる怖い怖い怖いめっちゃ怖いうちの店じゃないけどね他店でその同業で来た人が言ってたでもさ前さ未成年が入れたぐらいの時代はあったよね盗んできたよねとか問題になってる店よくあったねだからさいたもんうち千円札やたら使う子それやるのそれやるの好きやなもんか月レジから取って、もうその子の会計全部千円札なの。数えのだる。超大変だって。3万4万普通に40万。何日もだって1000円抜いてきたのね。あとなんか聞いた話だったら宝くじ当たってとか聞いたんけどね。ほとんど入んないんだろうねラーメン。まあ入んないだろうね。絶対そいつ投資とかしめやろうな。そうそうだからやたら働いてた。投資して自分でレジ会計するんじゃない。あとその子はあとそのね鍵任されてる子だ。超怖い、ね、じゃなかった時におやべえやつだな分かんないねだからそこらへんすごいね女の子の復帰の時はもう何言ってるか分かんないからね少ないいいんだよ俺らが楽しいもうそろそろ終わるよ俺こんなに少ないの初めて見た俺多分今日振り返ってもらわなかったけど今月はねうちの会長若林健二さんのねバースデーが22日にシャト23号室バスデー20日早まらない20日がその22日がシャトーでね、あるんで
ぜひぜひ皆さんね。だってこの今日の放送に至って多分見てる側よりおる方が楽しいんだと思う。うん、また若林誕生日。1年経ったんだよ。毎年誕生日だよ。みんなあるからこの前やってないよ。グランドオープンだよ。この前やってたのはグランドオープンだよ。この前やってたらもう誕生日詐欺だよ本当に。あと明日あれかな、アイキがバースデーかな。あ、そうだ。そうだね。プロのね、アイキがね。明日。プロの方にいるアイキがバースデーやってますんでね。行ってあげてください。アイキ多分この中にいても気まずいと思うよ。何しに来てんじゃん。一回まくりだろ。まあ楽しいって言ってくれる、ね、いいね、楽しいって言ってくれるのありがたいね。夏飲まねえマジで。こんなゴミみたいな8人ぐらいが集まった中で。ゴミみたいな。ゴミじゃないっす。8人に戻ってきて何一人見えてるね。誰か見えてるね。誰か見えてるね。誰か。パソコンいじってんのうちの従業員かと思った。怖い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 。すごいね、7人集まったって。早いな。しかも古い人ね。古い。全員古い人。古め。全員古め。こんなに古いメンツが集まるのなかなかないですか。マンダラメンバー。マンダラメンバー。違かった。俺は違う。ギリ違かった。違かったわ。中もまあ今日はほぼないですからね。楽しかったね。うん。まあたまにはこういうこともある。ね、またこういうのやりましょうね。いいくだりだったね。そうだね。うん。じゃあこの後休みは仕方ない。どこの目行きます？まあでも俺らが今日休みじゃなかったら来れんかったからね、このメンツは。うん、確かに、ね。俺はもう絶対ないから。わかんないじゃん、そんな。笑いながらサクッと断ったやつ。とりあえずね、明日のアイキのバースデー、そして20日のプロ、22日のシャトーの若林健二さんのね、バースデー。皆様、よかったらご来店くださいませー。だって、フローグランドオープンで。あ、そうだ、6日にね、フローがグランドオープンで。グランドオープンで。それではね、皆さん今日も視聴ありがとうございました。バイバイ。またね。飲みに行こう、いいよー。よかった。でもなく黙り込んだことにすがる何回目の錯覚だ俺さっきまで使い込んだ仮面をにらむ落下に紛れ込み死んでしまった順序ましてやんちょなこの溺れて この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。